想像力を解き放て、ウルトラマンアーク。ということで今日はこちらの SH フィギュアーズウルトラマンアークを紹介します。やったー。いや今日はすごいね。ウルトラマンアークだけじゃなくソリサーマルナーマ、いやーこうやって並んでみると壮観だね。壮観だよね。今回の SH フィギュアーズウルトラマンアークはつぶれやプロダクションの造形部門 LSS 様の徹底監修のもと、可動域、彩色表現、プロポーションの全てにこだわり抜いて作られた最高のウルトラマンアークになってるんです。いや最高だ ね。いやこれは期待が高まるよ。高まっちゃいます ね。もう早く遊んでいきたい。はい、はい、行きましょうか。それでは早速やっていこう。バンマニー。それでは早速詳しく見ていきましょう。こちらが SH フィギュアーズウルトラマンアークです。いやーやっぱりね、これもう立っている姿、ね、いやもう最高にかっこいいよね。かっこいいよね。もう立ってるだけなのにかっこいいよね。はい、近くで見るとこんな感じです。いやーかっこいいですね。いやもう早速この力強さ伝わってくるよね。伝わってくるね。まずこのもう腹筋とか、はい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 、はいはい、この肩とかのこのボリューム感もいいよね。いいね。もうそれぞれのこの筋肉のこのね、隆起してる感じがもうめちゃくちゃ細かく再現されてて、これぞウルトラマンアークの造形ですよね。確かにアークといえばこの筋肉もね、うんうん、特徴の一つでもあるもんね。そうだね。そしてねやっぱこのカラーリングですよ。はいはいはい、見事なまでのこのね配色、細かいですね。細かいですね。はい、このね赤と黒と銀のね、はいはいはい、いいですね。綺麗な赤色のラインもしっかり映えてますし ね。銀の塗装の感じもねめっちゃいいですよね。いいね。やっぱ重厚感あるよね。はいはい、ちょっと動かしてみますか。はい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 。 SH フィギュアーズやっぱね可動がすごいんでね。はいはい、お、はいはい、腕もしっかり上がるね。あ、しっかり上がる。いい、ね、この画面から飛び出る、はいはいはい、しっかり上がるし、はい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 、もちろん足とかもね、うんうん、しっかりと膝とかもがっつり曲がりますね。つま、はいはい、先足先も動きますか。あ、いいですね。動きますよ。やっぱりこれがあるとねしっかりねポージングするときに踏ん張ることができるんで ね。これはありがたいね。ありがたいですよね。まあ、状態がこう前に鏡になったりこう下がったりもバッチリできますね、うんうんうん、いいですね。さすが、はいはい、劇中のプロポーションから彩色表現までしっかりねもうこのフィギュアーツならではのねノウハウで立体化されてますね。じゃあちょっとポージングねしたくなっちゃったんでポージングやってみますか。まずはこのポージング、ウルトラマンアークの必殺技アークファイナライズ。出たー、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいよね。光線ポーズだけじゃなくて発射のねための動きも完全再現できるの嬉しいですよね。そうなんだ。やっぱウルトラマンといえばねやっぱり光線技なんでね。うん、全体のシルエットだったりプロポーションもねしっかり再現されてますよ。はい、そして、ね、今回のウルトラマンアークこれだけじゃないんです。さらにアークアイソードを召喚。うわーすげー。アークアイソードもついてくるんだ。そうなんです。実は今回はアークアイソードも付属してるんです。わーいいねー。てかさこれ気づいたんだけど、うん、膝をついている状態、はい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 、この状態でも自然な形でアークアイソードの召喚ポーズができるってこれめちゃくちゃすごくない？めちゃくちゃすごいよ ね。このね SH フィギュアーズウルトラマンアークはねほんと見た目だけじゃなくて可動域の広さもしっかり確保されてるんです。そして次はこちら SH フィギュアーズソリッドアーマーと SH フィギュアーズルーナーアーマー。アーマーの状態でもどっちもめちゃくちゃかっこいいね。かっこいいよね。この塗装の輝きすごくない？輝いてる ね。めちゃくちゃ綺麗。そしてディティールもねどっちもめちゃめちゃ細かいです。この胸のね模様だけじゃなくて腕アーマーまでしっかりこう細かく作り込まれてるのめちゃくちゃいいよね。いいよね。じゃあ早速それぞれウルトラマンアークに装着した状態を詳しく見ていきましょう。まずはこちらウルトラマンアークソリスアーマー。おーやっぱ豪華できらびやかだね。アーマーを装着しただけでさらに力強くこのマッシブな感じめちゃくちゃいいですね。いいよね。こうシルエットの力強さもそうだけど、うん、このオレンジと金のカラーリングもね、うんうん、太陽って感じがしてすごく強そうだよね。うんうんうん、さらにねアークアイソードもねこんな感じで持たせることもできちゃうんです。はいはい、このねアークアイソード持って戦う姿も再現できる。いやこのポージングも最高にいいですね。いいですよねこのポージング、うん、ウルトラマンアークソリスアーマーの必殺技ソリスソードエクスプロージョンも完璧に再現できちゃいます。うわこれはどんな怪獣にも負けないね。
続いてはこちら、ウルトラマンアークルーナーマー。きたー、ルーナーマーもかっこいい。かっこいいね。ソリスアーマーももちろんかっこいいけど、やっぱり雰囲気違って、しっかりとしたさ、このアーマーもさ、うん、めちゃくちゃボリューミーなのにさ、スタイリッシュなところがやっぱりいいよね。いいよね。このルーナーアーマーはね、このメタリックの青と水色もね、すごい綺麗な塗装で、ね、再現されてんだよ。いや、美しいね。そしてやっぱりこの左手の円盤、はいはい、ルーナソーサーですよ。はい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 。やっぱしっかりね、これもスピード感ある感じでね、造形されてて、もう細かく作り込まれてるし、うん、彩色もね、アーマーとのね、色も同じ青なんだけど若干違うっていう、ね、若干違うね。これもね、やっぱいいよ ね色分けいいですよね。今回はね、ウルトラマンアークルーナーマの必殺技、ルーナトルネードソーサーを再現してみました。いやー、これですよ、必殺技。これ残像を残しながらね、発動したのがやっぱり印象的だよね。そうね。こうして見ていくとね、ソリスアーマーもルーナーアーマーも揃えて、ちょっといろいろポージング並べてみたくなりましたね。バンマニ、いやー、ウルトラマンアークさすが、めちゃくちゃかっこいい。さすがでした ねウルトラマンアーク単体だけでももうめちゃくちゃかっこよくてね、このプロポーションですよ、いいよね、最高だよね。そしてこのね、それぞれのアーマーをつけて、またさらにパワーアップした姿、うん、いやー、かっこいいですね。ねー、いや、アーマーめっちゃ良かったね。うん、なんかさ、初めこうアーマーを装着するとちょっと可動域あんま広げられないんじゃないかなと思ってたんだけど、まあね、全然そんなことなくて、ね、つけてもバッチリどんなポージングも決まってね、もうどんどん遊びたくなっちゃいました。皆さんもぜひウルトラマンアークとアーマーどっちもゲットして、たくさん楽しんでみてください。 SH フィギュアーツウルトラマンアークは好評発売中。 SH フィギュアーツソリスアーマーは2024年10月発売予定。 SH フィギュアーツルーナーアーマーは2024年11月発売予定。今日の動画はイデボーとイデニーがお送りしました。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。